こんばんは、夏堀です。今日はですね、お土産をいただきました。ピアノデュオリズムホリックっていうユニットを組んでるんですけど、友達と。その相方が雪堀と言いまして、同じ山口県の短大の同級生、芸術短大のですね、同級生です。で、同じピアノコース卒業したんですけど、それでどうやら雪堀山口県に遊びに行ってきたみたいで、なんと吉田松陰ポテトチップスとちょんまげビールなるものを買ってきてくれました。雪堀ありがとう。めっちゃ可愛くないですか？面白いですよね。で、実はもう飲んじゃってるんですけど、まだ3分の1ぐらいずつ残ってます。なので飲みたいと思います。雪堀美味しくいただいてますね。あ、もう飲んじゃったけど、皆様今日も一日お疲れ様でした。これウィートって言うんだけど、なんか小麦っていう意味みたいです。非常に飲みやすくて、ちょっとフルーティーな香りがします。で、アルト、もう一つがね、アルトっていうんですけど、こっちの方がちょっと深い感じ、なんかコクがあるっていう感じですかね。でもね、どっちも飲みやすいです、すごく、ビール好きにはたまらない、私も山口行ってもし見つけたらまた買いたいなこれ。で、吉田松陰ポテトチップスはね、これ柚子塩味ということでね、歴史でも習ったと思うんですけど、山口県の長州藩の武士であり教育者でありっていうね、松下村塾っていうのを作った人ですね、吉田松陰さん。渋いですね。最高です。ちょっと食べてみたいと思います。うちはね、いつもこうやってこうカゴに入れるんですけど、めっちゃ美味しい。ほんのり柚子が香りますね。これは絶妙な塩加減で大変美味です。雪堀ありがとう。いい感じに酔っ払ったところで、先日に引き続き丸の内サディスティック弾いてみたいと思います。今日は歌でごまかさないぞ、多分。領収書書いて
ちょうだい。ゼリーなんてついていない池袋。